私は、あと2、3日で、多分死ぬかもです。私が狙われてるのは、間違いないです。同じ地域に住むファンに、殺されるかもしれないです。毎日毎日、手紙などしつこくて、嫌なファンです。日本人ではないから、また怖いかな。こんにちは、未解決事件捜査官です。こんにちは、未解決事件新人です。皆さん、これから時々顔を出しますのでよろしくお願いします。今日はうぷ主が、とても気になっているという、江東区亀戸美人漫画家殺人事件についてだよ。被害者が、同人作家の人ですよね。そうだね、杉崎クールという名前で活動していた人だ。本名は漫画家の吉田陽子さん28歳という人だよ。冒頭のちょっとヤバい感じがする手紙は何なのですか？これについてはちょっと後で詳しく説明したいと思う。というのもこの事件がいかにドロドロした世界の中で引き起こされたのかを表すような手紙だからだよ。なるほどですね。漫画家とか同人の世界って、ちょっと特殊な感じがしますよね。そうだね、狭い世界だけど、売れ始めると、周りからやっかみとか恨みを買ったりして。今回の事件も、それが犯人特定をかえって、難しくしているのかもしれないね。あと、コアなファンも、いそうですね。今回未解決事件の特徴は、被害者宅が荒らされず、なぜか部屋の中に大金が残っていたことかな。他にも漫画家だった被害者に、別の顔があったこと、そして例の手紙を、テレビ局に持ち込んだ人物が、いたことも気になっている。なんとなく犯人像が絞られそうですけれどもね、しかし未解決事件のままなんですね。この江東区亀戸漫画家女性殺人事件は、昔はウィキにもちゃんとあったんだけど、削除されているんだ。あ、聞いたことありますよ。少し前に未解決事件の一部を、削除して回っている人たちがいたんですよね。削除の理由が、百科事典に記載するほどの、著名性特筆性がない記事と勝手に決めつけて、特定の記事を消している。しかし、他の有名じゃない未解決事件の記事は残っている、削除されていないものもある。何なんでしょうね。基準が偏っていますし、ひょっとしたら、一定の人たちに都合が悪いのかもしれないです。特にこの事件は、著名性特筆性がない記事ではないんだよね。プロではなくても、界隈ではある意味有名な漫画家が、殺害されていて、今でもニュースサイトで扱われるくらい、世間にはインパクトがあったんだ。2000年の事件だけど、警視庁のページにも、まだ掲載されて情報提供が、呼びかけられていますね。そうだよ。中には未解決事件で時効になっていないのに。各都道府県の警察のページにすら、載せていない事件もあるからね。うぷ主が住んでいる県の警察のページは、一部しか載せていないそうです。なんだかなぁ、あの県にはたくさんの、未解決事件あるんだけどね。日本でも特にバラバラ事件が多い県だし。ということで、今回はこの美人漫画家殺害事件では、いろんな角度から犯人像に、迫ってみたいと思っているよ。この事件も犯人が、すぐに逮捕されるって言われていましたよね。状況的に逮捕されないのは、おかしいんじゃないかっていうくらい、特定しやすい犯人像だと思うけどね。あとはテレビの力という、公開捜査番組も、この事件に関しては、いろいろと言い味出していたね。では皆さんよろしくね。この事件は結構時間が経過している事件なので、まずはどんな事件なのかを簡単に説明するね。事件名亀戸6丁目マンション内、女性殺人事件。被害者名吉田陽子さん、当時28歳。
被害者発見時平成12年9月29日日曜日、13時ごろ。発見場所江東区亀戸6丁目、マンション内、604号室。現場のマンションは総武沿線沿いで、JR 亀戸駅からも約650メートルほどの、とても近い場所だね。今でもあるし、知っている人は知っている場所だな。いわゆる事故物件になってますね。そうだね、殺人事件現場というだけでなく、吉田さんは発見が遅れたので、腐乱死体として見つかっているんだ。腐乱死体ということは、管理人さんが見つけたのですか？一番最初に気がついたのは、604号室に何度も訪れていた、国勢調査員だったらしい。換気扇が回ってて、そこから異臭がしたので、管理人さんへと通報したようだね。じゃ、殺害されて、結構な時間が経過していたんですね。マンションの管理人が、ドアを開けた瞬間、見るに耐えれない光景が、広しがっていたそうだよ。吉田さんの首に、絞められたような跡があったことから、殺人事件で捜査が始まった。漫画家さんって自宅でコツコツと、働くような仕事だから、外部との接触も少なかったのでしょうね。それで発見が遅れたのかもしれないね。この事件は、ほとんど目撃情報がないんだよ。4、5時間が経過して、発見されているので、日にちは大体わかっても、時間までは特定できないので、その辺もあるのかもしれません。聞き込みしようにも、時間がわからないとな。やっぱり彼女は、コミケで活動していたんですかね？吉田さんは、高校時代から、すでに自分で漫画を描いたり、同人誌の漫画即売会のイベントに、出品していたそうだよ。吉田陽子とか、杉崎クール、のペンネームで書いていた。これが彼女の作品だね。八尾系といって、山梨、落ちなし、意味なし漫画の、カリスマ的存在だったらしいよ。人気作家の漫画は、結構いい値段で売れるらしいですね。この世界は、コアなファンも多いし、そういう人は、お金も使ってくれそうです。毎年コミケにたくさん人が集まって、イベントの様子が、ニュースになっている。アニメのコスプレとか、やってますね。全然詳しくない、業界ですけれど、盛り上がっているのは、わかります。吉田さんは、作品を書いて、それをコミケで売って収入を得る、というのが基本だったらしい。親御さんは、近くに住んでいたみたいだけど、あえて一人暮らしをして、漫画を描いていたとのことだよ。一人の方が集中できるのはわかるけど、それとも、家族と仲悪かったというのも、あるんでしょうかね？家を出てからも、月に一度は、必ず両親のところへ、泊まりに帰っていたらしいから、それはないと思う。ちょっと気がかりなのは、吉田さんは、ちょうど一人暮らしを始めて10年目だったそうだよ。それで年内にマンションから出て、両親のところへ戻って、同居する予定になっていたんだ。これは確かに気になりますね。女性が殺害される場合、住居を変えようとしたり、留学しようとしていた矢先、だったりしますよね。柴又女子大生放火殺人事件もそうだね。引っ越しや留学が原因なら、自分のそばから離れていくことに、強い抵抗を感じて殺害を実行することも、考えられる。そう仮定すると、この吉田さんに手をかけたのは、交際関係にあった男だと思うけれど、逮捕されていないんだよね。そして気になるのが、現場の状況なんだけど、吉田さんは T シャツのみの姿で、ベッドの上に仰向けで倒れていた。T シャツのみですか？それは男性の犯行でしょうね。そうだろうね。玄関の鍵は開いていた。そして室内は、全く荒らされた状況はなかった。しかし争ったような形跡は、あったみたいだね。ということは、犯人は強引に押し入ってきたり、室内に忍び込んでいた、強盗や空き巣ではない、ということですね。そうだね、吉田さんが招き入れた、人間だということだろう。
かも室内には、300万円の現金や財布があったのに、手つかずだった。300万円ですか、部屋にそのまま残っていたんだ。ということは、やはり顔見知りで、お金を盗むことに抵抗があった、または執着がないような人物だね。または、逮捕された時に、強盗罪がつくことを、恐れたのかもしれない。その300万円が、部屋のどこにあったのか気になりますが、他の殺人事件との違いは、この点ですね。室内にコンビニエンスストアの、9月18日付のレシートが発見されていること、遺体の痛み具合から、仕事を会場立っていたと、言われているね。吉田さんは、T シャツだけしか着てなくて、半裸状態だったのに、暴行の形跡がなかったんだ。犯人はなぜ吉田さんを、半裸にしたのだろう？ということは犯人は、女性の可能性もありますよね。あると思う。吉田さんが半裸状態で、亡くなっていたのは、女の犯人が男の犯行だと、思わせるように服を脱がして、偽装した可能性もあるね。あとは男が犯人だとしたら、着替え中を襲ったのかもしれないですが。その可能性も少なからずある。そして吉田さんの顔には、白い布がかかっていた。これは明らかに、親しい人間であったことを示している。日頃から仲良くしていた、付き合いがあったからこそ、死んでいる顔を見たくないという心理が働いて、顔になんかをかぶせるということですね。その通りだよ。警察も顔見知りによる犯行と断定して、捜査をしている。同性愛をテーマにした漫画を描いていたから、吉田さんの熱狂的ファンによる、ストーカー殺人説が出回ったけど、どうなんだろうね。犯人の遺留品はなかったんですか？部屋の合鍵が、マンションの廊下に落ちていたらしい。合鍵ですか、なるほど、それならば吉田さんの、交友関係を洗うと犯人が、出てきそうなんですけどね。警察は同人誌を購入したファンとか、コミックマーケット関係者をかなり洗ったらしいね。友人や仕事関係者も当たったけれど、犯人らしき人物は浮かんでいない。そうなんだ、近い間柄ではないのかな。しかし合鍵を持っていたとすると、誰にも話していない秘密の関係という間柄。または相手に家庭があったりして、瀕しげるに電話できないような境遇の男という可能性もありますね。その可能性もあるけれど、犯人が不正な方法で、吉田さんの部屋の合鍵を、こっそり作っていた可能性もあるよ。なるほどですね。そしてチャンスを見て押しかけてきて、こういう事件に発展したということですか。昔は同人誌の最後の奥付けに、作者の自宅の住所や電話番号を記載することが、当たり前だったらしいからね。それで住所を見て、ストーカーのような人間が、やってきたのではないかとも、言われているんだよ。ネット普及する前なら、そういうのもあるでしょうね。昔は漫画雑誌なんかに、文通相手募集のコーナーありましたね。本名、住所書いてありました。今では考えられないですけれども。吉田さんは芸能人と接点があったんですか？そうなんだよ。実は吉田さんは漫画以外に、副業があったんだ。そこで芸能人と、関わりがあったとされる。収入が不安定だったかもしれないね。なるほど、そういうのもあって、一人暮らしをやめて、両親のところへ戻ろうと、していたのかもしれませんね。その副業というのは、芸能界御用達の場所だったらしい。渋谷の道玄坂のマンション内にある、会員制風俗のクラブに、勤務していたとのことだ。当時ザクザクなどのメディアが、記事を書いていたよ。いかがその内容になる？こうした中、今月上旬には、一部週刊誌が、吉田さんは芸能界御用達の、S-X クラブに勤めていた、とのセンセーショナルに、伝えたこともあった。同誌によると、この S-X クラブは、トレンディ俳優や人気のお笑い系タレント、
スポーツ選手らによる会員制秘密クラブで、渋谷の道玄坂のマンション内にあるという。そこで働く女性や利用したことのある芸能人たちにまで捜査の手が及んだとしている。トレンディ俳優の遊び人ってあの人のことだろうな。多分同じ人を思い浮かべたと思います。しかし芸能人も調べられたけど犯人としては上がっていないんだ。自宅にあった300万円は何なんでしょうね。なんか芸能人と関係ありそうな気がしますが、普通は銀行に預けるんじゃないですかね。そうだね。吉田さんの友人がインタビューに答えていたけれど、彼女はあまりヴィトンなどのブランドには興味がない人だったのに、急に家の中にブランド品が増えたと言っていたね。そういうのって交友関係のヒントになると思うんですよね。もしかしたら既婚者と交際していて、その300万円が手切れ金のような感じで犯人がお金を持ってきたのかもしれない。タレント、スポーツ選手が関係してそうですけれどね。しかも既婚者の可能性もある。この事件はいろいろと裏がありそうな感じがします。彼女は密主義だったという話もあるし、友達にも自分のことを何でも話すようなタイプではなかったんだろう。これですか、冒頭の手紙のことって。そうなんだよ。この一連の流れに番組の視聴者はとても驚いたはずだよ。まさかのやらせではないですよね。テレビ局もこの展開に困惑していたから、多分やらせではないと思う。もう一度手紙のことを言うと、テレビの翌の番組宛てに吉田さんからこのような手紙が来たという情報が入ってきたんだ。内容はこういう感じ。私はあと 2,3 日で多分死ぬかもです。私が狙われてるのは間違いないです。同じ地域に住むファンに殺されるかもしれないです。毎日毎日しつこくて嫌なファンです。日本人ではないからまた怖いかな、みたいなことが書かれていた。それでテレビの力のスタッフが確認したら、それは自分は吉田さんのマネージャーだと言い張る男だった。吉田さんからもらったものだと言い張っていたけれど、筆跡鑑定で吉田さんのものじゃないことがバレてしまった。何のためにこんなことしたんでしょう。この人は犯人だと疑われても仕方ないですね。警察に証拠として提出するというと、顔色が青ざめて自分が捏造したと白状したんだよ。なんでこんなことをしたんだと問い詰められると、このように言っているんだ。漫画家として成功した A さんに対する妬みがコミケの仲間の間で存在していた。それはマネージャーである自分にも向けられていたため偽造した。うわ、本当になんかドロドロとした世界なんですね。しかもこの男ってマネージャーでも何でもないのにバレるような嘘までついて。実はこの男については名前までバレている。自称コミケの顔役と豪語し、とある会社に膨大な損害を与えた人物だとネットに出ているね。どこかのサイトに載っているんですか？テレビを見ていた人がブログに書いている。まだ男の嘘がバレていない段階で、すでにこの手紙は偽造されたと思う。第6巻で我が輩にはわかる、みたいなことを書いている人がいる。かなり評判の悪い人物だったらしい。この世界では悪い意味で有名人だったんですね。事件から4年も経って、こういうことするんだから、まともじゃないな。もしかしたら、事件を知る人物、という可能性はないんでしょうかね。逮捕されているわけじゃないし、狂言だったのだろう。あと吉田さんが殺害されたニュースを見て、同人漫画家が恐ろしいことをブログに書いていたよ。しねしねと毎日呼吸をするように連呼していたら本当に一人亡くなってしまいました。願い事を口に出すと叶うというのは本当ですね。人の死をそんな風に言うとか、
ライバルであったとしても、さすがにこれはまずいですよね。こんなこと言うと語弊があるかもしれないけれどさ。同人漫画家はそれぞれが自己主張が強すぎて、それが狭い世界で増殖し続けるから、びっくりするような言動が多くなっているんだと思うよ。一応この事件は、テレビの力で心霊鑑定やっていたので、紹介しようと思う。今回はサイキックドリーマーの、クリス・ロビンソンだね。懐かしいですね。そういう人いましたわ。この人は頻繁に出ていたしね。いろんな霊能者が、その番組に出ていますけれど、クリス・ロビンソンは割と、いい線いっていたように思います。この人は一応、アメリカ同時多発テロ事件を予知したと言われている人で、イギリスでもそこそこ有名な人だね。本も出している。ナショナルジオグラフィックが、この人を取り上げていましたよね。テレビの力に出てきた人の中では、まあまあ有名だと思います。そうだね、悪く言えば当たり障りがないというか。似顔絵がなかなか面白いなと思っていた。特にこれってすごく特徴的だと思わない？ですね。アジア系の外国人のようにも見えますね。だとしたらさっきの手紙捏造した内容にもそれらしいことが書いてあったんだけど、あの男が何か知っているのね。わざわざ4年も経ってああいうことするんだから、何か画策してそうですね。まあ、クリスの言う犯人像は、こういう感じなんだけど、あとこれ以外に、とても興味深いことを話している。犯人は犯行現場近くの亀戸駅から、電車に乗って逃走していて、その終着点で降りたと言っているんだよ。ということは、引船駅とか、そこら辺に住んでいるということですかね。だと思う。そして足に怪我をしてしまったとのことだよ。まあ夢で見たという投資だから、信憑性はあれだけどね。目撃情報がないから、仕方ないですよね。この事件は今でも情報提供を呼びかけているので、何か心当たりがある人は、こちらに連絡してください。では長くなったけど今日はここまでだね。ありがとう、またね。